皆さんこんにちは。今回もドーブル縛り、やっていきますよ。前回は惜しくも、強化シロナさんに敗れたところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。ひとまず、京太さん対策で覚えさせていたケタブリは、忘れさせたいと思います。まるで四天王とシロナさんには刺さってませんからね。そして3号に覚えさせていた虫の抵抗を、ここで忘れることにします。今までよくやってくれたと思いますが、虫の抵抗をすることでトゲキスが出てくるなら、別な技に切り替えるべきでしょう。というわけで、2号の空いた枠には、打ち落とすを覚えさせますよ。ご用さんの道太くん対策ですね。これで安定した戦いが、できるんじゃないかと思います。そして3号の空いた枠には、このメリープが持っている技を覚えさせますよ。そう、回電波ですね。さも皆さんが知っているかのような口ぶりですが、正直私は、こんな技知りませんでした。XY あたりから存在している技らしいのですが、打つ機会も打たれる機会もないまま今に至るので、ボーボケ説で技を調べてたら、偶然発見しました。命中 100% で相手の特攻を2段階下げるという、非常に優秀な技ですね。甘えるの特殊版だと思ってもらえばいいと思います。ノーリスクで特攻を2段階下げる技なんか、存在するわけないやろと、高をくくっていたので、そういう技があるとは思ってませんでした。BW なら1000時間遊んでたんですが、XY 以降は確か50時間も遊んでないのです。その辺の知識がなくて、思考が至りませんでしたね。ちなみに回電波をスケッチするのに、1時間以上かかりました。特定のポケモンの中から、卵技ガチャなので、出ない時は全く出ないんですよね。こういうことですわ。道太くんに対してまともなダメージソースがないのを、打ち落とすで地面技が通るようにすることで、安定した戦いができるようにしました。これでシロナさんに至る道は、舗装されましたね。というわけで強化版シロナさん、リベンジマッチや、虫の抵抗を回電波に変えたことで、ミカルゲを起点にできるようになり、前回よりも安定した戦いができるんじゃないでしょうか。5号がチーゴの実とかいう、ふざけた持ち物を持っているように見えるかもしれないですが、決してふざけているわけではありません。れっきとしたミカルゲの鬼火対策です。というわけで、シロナ戦です。使ってくるポケモンは、ミカルゲ、トゲキス、ルカリオ、ロズレイド、ミロカロス、そして、ガブリアスですね。どれもこれも、非常に強敵揃いとなっています。やはりこの勝負の鍵を握るのは、このミカルゲ戦でしょう。ここを次の起点にして、どこまで進んでいけるかにかかっています。とにもかくにも、まずは5号を出して、ネバネバネットとステロを巻いていきましょう。本当に5号は、いつの間にか頼もしくなってくれましたよね。5号がいなければ、まともに戦ってこれてないと思います。鬼火をしてもらうことで、相手が無駄行動をしてくることに期待しましたが、さすがにそれはなかったですね。まあ、あわよくばという感じではあったので、その辺は仕方がないでしょう。とはいえ、しっかりとステロとネバネバネットをしてくれたので、やるべきことはやってくれました。次は3号を出して、さらに起点を作っていきますよ。2体消耗してしまったとしても、やる価値はあるのです。技のエフェクトすら見たことないわ。この大パリメイクというゲームの中で、回電波の技のエフェクトを見る機会って、そうそうなさそうですよね。ひょっとすると見ている皆さんは、貴重な体験ができているかもしれません。やはり回電波であれば、すぐにトゲキスに交換してくるということはないですね。相手が交代をしてきて、なんでそのタイミングで交換すんねん、という時は、大体私が、何かやってしまっているということなんでしょう。一度負けてしまったということで、何も容赦をかける必要はない、全力で叩き潰すのみということで、ほっぺすりすりもしちゃいましょうかね。そう簡単に3号が突破されることはなさそうですしね。今しれっと、ほっぺすりすりに合わせて不意打ちをされましたが、たまたまということもあると思うので、あまり気にしないでいきましょう。こういうこともありますからね。不意打ちをされて、若干 HP に不安が出ていたので、このタイミングで力を吸い取るおうち、HP を回復できたのは大きいですね。
戦闘での安定感が違ってきます。もはや私の中では、相手の能力を下げすぎることで後退するんじゃないか、という疑念はなくなっています。ですので、ガンガン回電波を打っていきますよ。容赦なくもう一度回電波を打って、特攻を6段階下げてしまいましょう。これでもう海軽毛など、恐るるに足らんわ。完璧な罪の起点の出来上がりです。ひとまず3号でやるべきことはやりましたし、残しておけばまだまだ使い道はありそうなので、この高い HP のまま、温存しておきましょう。ここをどちらで罪の起点にするかが、非常に悩ましいんですよね。4号に蝶の舞があるとはいえ、所詮元の特攻の数値はドーブルですし、正直全抜きは厳しいんじゃないかと思うんですよね。トゲックスの高い特殊耐久を突破できず、やられてしまう可能性すらある気がしています。というわけで、物理で確実に攻めていける2号を、出していきたいと思います。ナイスデース。この隙に、剣の舞を踏んでいきましょう。どうしたどうした白菜さん、だいぶ焦ってるねー。特攻を6段階下げられちゃったもんだから、慌てて物理技の不意打ちを連打してるのかなどうせ積むのであれば、3回積んでしまいたいですね。ここで白菜さんは、回復の薬に手を出しましたね。白菜さんがどっしり構えている間に、フルパワー2号の出来上がりです。このままルカリオ、あるいはロズレイドあたりまで、ぶち抜いてしまいたいところ。一応最大火力はブレイブバードなのですが、ここでいたずらに自分の HP を削る必要はありません。なんだかんだで6段階積んでいますし、地ならしでもそこそこ通るんじゃないでしょうか。勝っていなおい。勝って一発なんか、夢のまた夢やんけ。あ、そうそう、ここで4号を出さなかったのには一つ大きな理由があって、2号も4号も、やっていることは同じようなもんですが、明確に違うポイントが一つあります。剣の舞は3ターンで積み終わりますが、蝶の舞は6ターンかけなければならんのです。その間に急所に当てられてしまうと、それは悲惨ですからね。やけどでぐちゃぐちゃになるくらいなら、急所を恐れず4号を出すべきだったわ。最後っぺに不意打ちまで決められて、全くよろしくない展開だわ。なんならこの残り HP では、トゲックスの攻撃すら受けきれないのでは？やはり2番手は、トゲックスですか。あわよくバルカリオから先に出してくれれば、地ならしでそれなりに通るんじゃないか、というのを期待してたんですけどもね。ああ、これはミスったわ。結果論ではありますが、急所に当たるリスクを犯してでも、4号で積むべきだったのかもしれんわ。まあ、やってしまったものは仕方ないので、この状態から勝利を目指すしかありません。やはりここは、6号で行くしかないんでしょう。前回の戦いと同様、安定策としては、6号のミラコでトゲキッスを倒し、ルカリオも道連れで倒す行動だと思いますね。ああもうやってるわこいつ。マジでいい加減にしろや。チャンピオンとか言いながら7かまどとぐるになって、監視カメラで私のコマンドを覗き見してるだろこいつ。そうとしか思えんわマジで。ここで待ちったらしばく。よすよす。よく動いてくれました。ひとまずトゲキッスは、突破ですね。ですが状況としては、非常によろしくありません。さっきの電磁波は、マジで許されんぞ。お次は、ルカリオですね。マジでどうすればいいんでしょうかこれは。巻きさえ巻かれていなければ、ここは余裕で突破できるんだけどな。どうせ耐えないだろうとは思いますが、こちらとしては道連れを選択するしかありません。しゃあない。電磁波が最悪すぎたわマジで。急所に当たってしまいましたが、もし当たっていなかったとしても、耐えてないでしょう。え、マジでどうすんだこれ。全く勝ち筋が見えてこないんですが。ガチでこれ、どうすればいいのかがわかりません。とにもかくにも、出すとしたら3号しかないでしょう。
お膳立てがないこの状況で、4号なんか出せませんし、1号で運ゲーに持ち込むのはまだ早いですからね。とにもかくにも回電波で、特攻を下げていくしかありません。おお、耐えた耐えた。もう1ターン3号で行動できるのは、非常に大きいですね。正直ここから私たちが勝つ手段があるとすれば、このルカリを起点にするしかありません。相手が格闘タイプだから詰めないというのは、凝り固まった思考ですからね。やれなくてもやるしかないのです。もうそれは前提条件として、3号で最後っぺをするのに適切なのは、どの技かということですね。回電波でさらに特攻を下げに行くのか、あるいは宿り木を巻いて、回復源を作るかということですね。非常に悩ましい局面だと思います。4号で突破するしかないとは思うんですが、10倍以上で通る技が、何もないのが困った点ですね。4号で通る技がないというのも加味すると、最後っぺとしては、宿り木が適切かもしれないですね。回電波は、それはそれで悪くないとは思うんですが、特攻2段階ダウンと4段階ダウンって、状況が大きく改善されるほど、恩恵はないんじゃないかと思っています。下げまくったところで、中ダメージくらいになるわけじゃないですからね。今やっている行動としては、一旦様子見の力を吸い取るです。ラスターカノンでもしてこないかなという狙いです。してこないか。ここでラスターカノンを撃ってきて、3号の HP が多い状態となり、相手が悪巧みという選択肢を生み出すということに、期待したんですけどもね。どうもこれは腹をくくるしかなさそうなので、宿り火を撃って3号には、退場してもらいたいと思います。しゃあない。もはやこうするしか、勝利への道筋はありません。回電波での特攻2段階ダウンと、宿り火での回復ソース、蝶の舞での特防アップで、ここが罪の起点にできると信じるしかありません。おお、結構受け切れますね。確定3発くらいのダメージ感であれば、もう少し積んでいけると思います。蝶の舞をどんどん積むことによって、相手から受けるダメージも、減っていきますからね。いいっすねー。シロナさんのルカリオに対して、ドーブルの罪の起点にできるなどという状況が、本当に起こり得るんですね。シロナさんの後ろに控えているポケモンたちは、先制技も違いないはずなので、詰めるところまで蝶の舞を、積んでいきますよ。このまま4号で全抜き体制に入ろうという算段です。どうだ？これ以上積むのは、さすがに難しいかもしれません。ギリギリ詰めなくはないかもしれないですが、先ほど受けた波動弾が最低乱数だった場合、次の波動弾で消し飛ぶかもしれないですからね。なんだかんだで結構詰めましたし、攻めに転じたいと思います。オケオケ。まずは最低限、ルカリオは突破です。効果が今一つのルカリオに対して、だいぶダメージが通っていそうなので、ロズレードに関しては、そのまま持っていけそうですね。ロズレードまで持っていければ、1号で心のねじ割れでミロカロスを突破した後、最悪運ゲーには持ち込めますからね。4号でミロカロスも持っていけるのが一番理想的ですが、さすがに無理なんじゃないかという気はしますね。ミロカロスの特殊耐久は、バカにはできません。というか、ミロカロスを持っていけるくらいなら、ガブリアスもそのまま持っていけて、勝ち確定になっているでしょう。さて、ここが正念場ですね。ここさえ超えることができれば、勝利はもう目の前です。タイプ1で威力210の、爆音波の火力を信じましょう。ギリギリ落ちなかったか。とはいえ、蝶の舞で耐久力も上がっているので、一発耐えた後もう一度殴れば、問題はないですね。
というかむしろ、ミロカロスに対して、あれだけ食らわせたという事実の方が大きいわ。ここでミロカロスに対して、回復の薬を使ってきましたね。資源の無駄遣いはやめて、観念したまえ。正直ミロカロスに対してあれだけ通るのならば、ガブリアスくらいなら、吹っ飛ぶんじゃないでしょうか。勝ちは見えたでしろなさんよ。この勝負、私たちの勝ちや。というわけで無事ミロカロスも突破、あとはガブリアスに対して爆音波を打てば、勝ち確定です。凍える風を打てば4倍弱点をつけそうですが、ガブリアスはヤチェのみを持っており、実質2倍弱点となっています。ガブリアス戦は間違いなく一度しか殴れる隙がないので、最大火力の出る爆音波を、打っていきましょう。これで終わりや、2号の渾身の爆音波を食らえ、どやー。え、何落ちてないん？今絶対落ちたと思って、画面の前で思いっきりガッツポーズをしてたら、4号がいなくなったんですが。どちゃくそまずいやんけこれ。ガブリアスの残り HP はあとわずか、おそらく本当に、1しか残っていないでしょう。あと1ポイント削るくらい、普通のポケモンであればたやすいことなのですが、うちの1号は普通じゃないんですよね。相手に1ポイント与える技を、1つも抱えていません。勝利は目の前、なんなら体当たりでも倒せるのに、勝利が非常に遠くにあります。相手の HP が1しか残っていないにもかかわらず、地割れを打たなければなりません。しかも、相手の残り HP は1ということで、ワンチャン回復の薬を使ってくる、というパターンもありえます。もしここで白菜さんが回復の薬を使うなら、ここは心の目をすれば勝ち確定なのですが、回復をしてくる保証などどこにもありません。心の目をしている間にやられる、悠長勢のただの無能になってしまいます。私はこの1ポイントを削り切るために、って、回復かーい。構わん、当てろ、当てちまえ、当てれば何もかも、関係ないんじゃー。だー、くっそー。だがもう引くわけにはいかん。一号よ、自分を信じろ。お前は今まで数多くの困難を、筋割れをぶち当ててこじ開けてきたんや。このもう一番も、こじ開けてくれー。やったぜ。というわけで、いろいろあって大波乱の展開でしたが、無事強化白菜さんに勝つことができました。よかったよかった。例のごとく録画大失敗おじさんの可能性も排除して、完全勝利ですわ。いやー、いい試合でしたねー。個人的には非常に手に汗握る展開ですわ。エンディングに関しては、ストーリーと一緒だったので、そこら辺はバッサリカットしちゃいましょうかね。残すは、フル強化白菜戦ですね。次回からは、フル強化白菜さんを縛いていきますよ。フル強化白菜さんを縛けば、完全クリアと言ってもいいでしょう。それでは、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。52時間も、このゲームを遊んでたんすねー。こんなに遊んでる人なんか、私くらいなもんでしょう。多分ね。サンキューフォーウォッチング、いろいろやっとるでー。次回も見てくれよなー。